はい、こんばんは、ポップです。f フ e ク c チャンネル10月2日金曜日。本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、今日はね、10月の第1金曜日ということで、アメリカ雇用統計の発表ではございますが、 冒頭に大きなニュースがね、来ましたね。アメリカ、トランプ大統領がコロナウイルスの陽性反応というところで株式相場は一気に下落。そしてクロス円を中心に為替相場の方は円高方向に進むということでね、いきなりのリスクオフというところで相場の方はね、大きく動いております。まずはね、それらも含めて昨日からのね、マーケット状況の振り返りをしていきましょう。いつものサイトをご覧ください。 はいえー、こちらは世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス35ドル。終わり値で27,816ドルということで、わずかに0.13%、えー、の上昇ということで、1日の取引を終えました。えー、しかしながら、えー、今ね、時間外取引 CFD に関しましては、えー、昨日の終わり値から400ドル以上下げるというところでね、リスクオフが加速しているというところでございます。 そして、日が変わりまして、東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス155円、終わり値で2万3000飛び29円ということで、0.67%の下落で、1週間の取引を終えたというところでございます。 まあ昨,日えー、昨日はね、えー、東京証券取引所のシステム障害というところで、えー、日経平均の方はね、動かなかったんですが、まあそういったね、えー、大きな混乱もなく、プラス圏から推移していたんですが、トランプ大統領のさっきの、ね、コロナウイルスの報道を受けまして、マイナスに沈む。えー、そしてね、今は、えー、ほぼ、えー、時間外取引に関しましては、日経平均の終値と変わらないような状況ということで、まあ、今後はね、雇用統計もありますが、それ以上にトランプ大統領のね、容態が気になるというような相場になっております。 まあこのようなリスクオフを受けまして、久々にゴールド相場がね上がってきたということで、ドルがね円高になった分、今までの相関関係がちょっとまた崩れましてですね。 逆走感の動きにね、まあ、正常化したと言いますか、動きまして、ドルが下がった分、安全資産のゴールドの方にね、えー、まあ資金が流入しまして、ゴールドは久々に1900ドルをつけたというところでね、ちょっとこのあたりは大きくね、マーケットの転換期になるかなというところでございます。えー、ということでね、株式相場、為替相場ね、ちょっと大きな変動がありますが、まあ、アメリカ雇用統計、今日はね、YouTube ライブを行っていきますので、まあ、それでね、詳しくは解説していきますが、まずはね、 今後の見通ししについいいいてて解説をしていきたいと思います、はい、まずはドル円の15分足、こちらが 1, 時間1日の時間軸のチャートでございます。昨日から、ね、105円50銭ですね、このあたりを少し、ね、サポートとしまして、うろうろする中で、方向感は、ねまあ、雇用統計の前日ということもありまして、あまり大きく動かなかったというところでございます。 やはりね、105円50銭あたりを、まあ、収束し始めてですね、まあ、このまま雇用統計に向かうかと思った矢先にですね、まあ、一気にこちら50ピップスぐらいね下げまして、一時は105円を少し割り込むというところでございます。対して反発もなくね、今のところは105円の14銭というところでね、なかなか戻りがない中、雇用統計にこれからね、突入していくということで、まあ、雇用統計で右往左往とすると思いますが、それ以上にね、やはりトランプ大統領の容体によって大きく変わるかなと。 と,いうところでございます、えー、そして、えー、こちらね60分足ご覧いただきますと、えー、今週1週間はほぼほぼ、ねえー、105円50銭を挟みながらのレンジ相場ということで週の前半部分はどちらかというと円高方向105円25銭付近のサポートととね、えー、なんとか、えーまあ、サポートを受けるかどうかという攻防でございましたが、まあ、後半になるに従って、えー、上方向ですね円安方向の105円75銭まで上がってきたというところでございます。 まあこのまま、ね、105円50銭に収束しながら雇用統計の発表を受けて、まあ、105円75銭を上抜けするのかそして、ね、105円25銭を下抜けするのかということで、まあ、レンジで抜けた方でねトレンドが出るかなというところでございましたが、まあ、雇用統計の前にですねこのドラトランプ大統領の、えーまあ、報道を受けて一気にレンジがブレイク。 そして、戻りのところもね、105円25銭を超えることができずにですね、少し下げ方向、リスクオフの方向が続くんじゃないかというところでございます。よってね、今日の雇用統計ね、まあ、ライブでも一緒に見ていただく方もね、いらっしゃるかもしれませんが、基本的にはね、円安方向に向かっていった時には、やはりね、戻り売りを狙っていきたいなというところでございます。 まあどっちにし、えー、どちらにしましても、えー、コロナウイルスのね、えー、危機が、えー、まあ、アメリカのね、大統領まで近づいてきたというところでね、一旦はマーケットは混乱するかも。ただ、えー、これトランプ大統領がね、えー、無事に回復した時には元にね、えー、戻るというところもありますが、まあ、今日とね、えー、月曜日の段階ではリスクオフの状況が強いんじゃないかなというところでございます。 よってですねまあ雇用統計の発表次第でもありますが、基本的には大きなね雇用統計、最近動きがございませんので、まあ、大きく、ね、105円50銭ぐらいに戻る時があれば、一旦はねショートで攻めてもよろしいかなというところでございます。 これはね、テクニカル的な問題というところよりも、やはりね、今まで105円50銭ぐらいで、しっかりとね、まあ、えー、レンジ相場を作っていたというところになりますので、あくまでも、これ、戻ってきた時には、戻り売りが、今週1週間ね、ロングを組んだ方もい、いろうかと思います、あろうかと思いますので、そういったところではね、しっかりと戻り売りをしていただくというところがよろしいかと思います。戻ってきた時には、やれやれの戻り売りが、上値を重くするだろうというような想定でございますね。 えー、そして4時間足ご覧いただきましょう。 はい。えー、四時間足の方はね、えー、今までの下落トレンドから、えー、先週からね、続いている上昇トレンド。そして今週に入ってからは、レンジ相場ということでね、ちょっと上値の方も、えー、なかなか上抜けできなかったというところがありまして、それにて、えー、それていてですね、えー、今回の下落というところでございますので、やはりこの105円50銭あたりで、えー、ロングを組んだ方々が、えー、なかなかね、えー、含み損を抱えているというような状況でございます。よって、このまま下がっていってしまった場合は、まあ、見送るしかないかなというところ でございますが戻ってきたときにはね、ねやっぱりこの辺りのロン側の方々の売り圧力が強くなるということでね、ね戻り売りの絶好のチャンスという形になりますので、まあその辺りの目安としましては、やっぱり節目の、ね、105円50銭、まあこちらをね勢いよく超えてしまった場合は、ショートは避けた方がよろしいかなと思いますが、まあ、それよりか下側でですねまた戻るというところがあれば、しっかりとねショートを組むというところでよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はいえー、以上で米ドル円の解説を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう、はいえー、5ドル円の方も、えー、少し、ね、円安方向で、えー、一時はね、昨日の夜のマーケットでは76円を、えー、に到達するという場面もございました。 その中でね、じりじりと雇用統計に向けて、ポジションの調整が入る中で、今回のね、2時前のトランプ大統領の報道を受けて、一気に下落。こちらもね、同じく50ピップスぐらい下げて、一旦は75円50銭、今までのね、こちら60分足で見ていただきますと、サポートラインですね。 ごめんなさいこちらのサポートラインですね、そしてレジスタンスラインでもあるこの50銭、こういったところまで戻ってきたんですが、一瞬でね跳ね返されてしまうということで、やはりねこの上方向で組んだロンーの方々が戻ってきた時には、やはりね戻り売りの圧力が強くなるというのは、ね先ほどアメリカドルでもお話をしましたが、5ドルではねもう実際にそのような形で戻り売りに押されて、またね円高方向に進んでいるというところでございます。 えー、60分足ご覧いただきますと先ほどのね、えー、節目が非常にわかるかなというところですね、えー、まずは、えー、今お話しました75円50銭 こちらは過去のレジスタンスラインとこちらでね、サポートラインになっておりますので、まあ、そういったレジスタンスがサポートに切り替わって76円まで上げたというのはね、まあ、これはテクニカル通りの動きだったというところでございますそして移動平均線を割り込んでからね、まあ、75円50銭ぐらいで雇用統計を迎えるのかなと思っていたんですがそのままね、トランプ大統領の報道を受けて50ピップス下げるそして戻ることがあるものの今までのね、ロングのところの売り圧力が強くなって まあ一瞬で、ね、元に戻ってしまうというところで、ね、再度今度は50ピプス下の75円の値でサポートを再度受けることができるかどうかというところでございます。 よって戦略としましては、このままね、下げてしまったら、まあ、そのままね、見送ってもよろしいかなと思いますが、またね、こちら上方向に上がる場面があればですね、まずは75円50銭、先ほどもレジスタンスを食らったというところもありますし、これからね、移動平均線の方が下落トレンドのね、右下下がりに今転換しておりますので、こういったところで上値を抑えつけられるというところがありますので、75円50銭、このあたりでトレンド転換が起こった場合、 具体的には、要線から陰線にね、再度切り替わった場合は、ショートを組む。まあ、それをね、上回って、どんどんね、要線が続いていってしまった場合にはですね、これは、ショートは避けておくというところがよろしいかと思います。まあ、いずれにしてもね、1日、2日でコロナウイルスの、ね、影響、トランプ大統領に対するコロナウイルスの影響が決まるわけではないので、ここのところはね、リスクオフを想定して戻ってきたら売りというね、スタンスでよろしいかと思います。4時間足見てみましょう。 はい、えー、こちらの方もね、えー、サポートを割り込んでおりますということですが、 えー、75円をえったんね、えー、こちらは明確なサポートラインというところでございますので、まあ、これ、サポートを受けて、一旦ねえね、ー、戻り売りをしていきたいというところでございます。移動平均線の方もね、えー、60分足は右下下がりに切り替わっておりますが、えー、今回の下落を受けて、えー、この4時間足ベースの24回分の移動平均線も、まあ、上向きからね、横ばいもしくは右下下がりに切り替わってくるというような状況でございますので、まあ、そうなりますとね、一旦反発しても、再度上値が重くなるというところを想定して、えー やはりこちらの方は売り目線ということで、えー、具体的には60分足ベースでですね、移動平均線の下側で要線から陰線、これであれば、えー、再度追撃のショートという形でよろしいかと思いますので、えー、基本的にはね、下目線で攻めていただければと思いますので、参考にしてください。はい、えー、以上で5ドル円の解説を終わりまして、えー、続いてポンド円を見ていきましょう。 はい、えポンド円の方は、まあ正直ね、そこまで下げていないと言いますか、先ほどのトランプ大統領の下落分で、一気にね、元に戻ってきたというような状況でございます。ちょっとね、今週の、今週に入ってポンドというのは非常に難しい動きをしているなというところでございますが、まあ今日はね、最たるものだかなというところでございます。昨日のね、19時の段階で135円50銭からですね、一気にここから150ピプスの上昇ということでね、ちょっとここはね、わけのわからない動きだったかなというところでございます。 ただね、これは結局ね、行ってこいという形で、元の136円に戻って、ニューヨークマーケットはクローズ。そして、このままね、雇用統計に向けて、そのまま横ばいというところも想定されたんですが、トランプ大統領のコロナウイルスの影響を受けまして、一気に下方向。そして、昨日の安値の135円50銭を割り込むというところでございましたが、 5ドルは、えーこれね、移動平均線に、えー、跳ね返されてしまったんですが、ポンドの方はねった、えー、136円の元の位置に、えー、行ってこいの形でまた元に戻ってきたということで、ねえー、非常に難しいような相場という状況が続いております。 ただね、また調整が入りまして、今は136円を少し割り込むような位置にいるということでね、ちょっとポンドの方は手出ししにくい、しかもレンジにしましてもね、一気に動いてね、150ピップ数動くものですから、ちょっとね、今日の雇用統計、そしてトランプ大統領の容体によってはですね、大きく動く可能性もあるんですが、読みにくいというところでございますので、デイトレで、ね、手を出すには、ポンドの方はね、ちょっとやめておいた方がよろしいかなというところでございます。もしね、トレードをしたいという方がいれば、やはり、 ね、ちょっとワイドに見ていただいて、行き過ぎた相場で逆張りというところがよろしいかと思います。今は136円を少し下回っておりますが、まあ、一気に、ねえー、昨日の高値の137円ですね、えー、この近くまで吹き上がったと、えー、まで、あえー、勢いが、ね、なくなった場合には、しっかりとショートを組む。 そして、下方向には、百三十五円ということでね。まあ、二百ピプスの、まあ、レンジとは言いませんが、大きな幅がありますので、まあ、ここのあたりまで下がった時にはですね。サポートが入りやすいという形になりますので、ちょっとね。このあたりは大きく動いた場合限定ではございますが、そういったタイミングで、ロンショートとロングですね。逆張りをしていただく、というところでよろしいかと思います。もちろんね、このままレンジブレイクする可能性もありますが、今、現段階ではね。百三十七円と百三十五円まで一気に動く。 こういうようなところがあれば売り圧力と買い圧力ですねレジスタンスとサポートが機能する可能性が高いという形になりますので直近の安値と高値このレンジの中で下方向に来たらロングそして上方向に吹き上がったらショートという形でよろしいかと思いますただねこのこれも今日限定でございますので週明けた場合はねまた別の話ですのでそこまで動かなければトレードの方はね控えた方がよろしいかなという状況ですねそして4時間足ご覧いただきましょう はい、えー、こちらの方もね、今まで上昇トレンドだった移動平均線の方も、今回のね、下落局面、そしてね、まあ行ったり来たりしておりますが、135円からサポートが入ったところでですね、まあ、結局、慣らしてみると136円ぐらいで移動平均線は横ばいになっていこうかなというところでございます。やっぱりね、このような形で移動平均線に角度があるときですね、 角度があるとき、右下下がりのときは下落トレンドということで、その下側でね、平均足のチャートが位置する。そして、えー、上昇トレンド、右肩上がりの場合はその上側というところでございますが、えー、前回のようにね、えー、このような形で移動平均線が横になってきますと、やはりレンジ相場という形にな,なっていきます、えー。そして今回もね、4時間足ベースで横ばいになりそうなので、135円と137円、えー、こういったところのレンジを意識した動きになろうかと思いますので、まあそういったところのね、上限と下限ではショートとロングという形でよろしいかと思います。 まあ詳しくは、ね、60分足を参照にしていただいて、えー、インのタイミングを決めていただければと思いますので参考にしてください、はいえー、以上で、えー、ポンド円の解説を終わりまして最後にユーロドルを見ていきましょう。 はい、えー、ユーロドルの方はクロス円に比べますと、まあ、そこまでね、えー、大きな動きはないという状況でございますが、若干ね、まあ、えー、アメリカの大統領ですので、ドルの動きから、えー、ちょっとね、えー、このあたり、ユーロドルも少しばかりは動いてるかなという状況ですね。 まずは、ね、ここの元は1.1725と1.1750ですね。まあ、こういったところを中心に動いていた相場でございますが、今日の東京マーケットからですね、ちょっとユーロの方が弱くなりまして、下方向1.1725を割り込むような部分がございました。そしてね、今回は逆に、 ドルの方がね、資金が集まり、ユーロに比べてですが、ドルのところよりもやっぱりね、アメリカの大統領という形でありますので、その中で今までドルが強かった分ですね、ユーロが逆に相対的に強くなったということでね、そこの部分は上昇したのが、ここはね、違うところかなというところですね。ただね、その影響は限定的となりまして、再度またね、1.1725という直近のねサポートラインをまたね、割り込んでしまったというところでございますので、ちょっとね、ここは1.1725。 17 1.1725から25、まあ、こういったところで雇用統計を迎えるのかなというところでございます。そして1週間のね動きを見てみましても、ユーロ高の方向でしたね。ユーロ高ということで1.17を明確に上抜けてきたのが29日ですね。こういったところからサポートが 1>, 1回、2回、まあ今日も含めてですが、1回、2回入るんですが、えー、この辺りでね、上方向に伸びるわけもないというところでね、1週間を見てみますと、後半部分になってユーロが強くなってきたというところでございます。ただね、今回のトランプ大統領の件で、どう、ね、転ぶかわからないというところと、雇用統計もありますので、まあ、正直言ってね、どちらの方向に向くかというのは、まあ、その、ね、経済指標の結果、アメリカ大統領の容題の、ね、状況によりけりなんですが、基本的には1.1%。 ここのサポートを受けることができるかどうかというところがね勝負どころでございます。 よって、ね、直近1週間ではこの1.17がですねサポートになっているというところを含めますと戦略としましては1.17まで下がった場合にはですねトレンド転換を確認具体的には60分足の平均足が陰線から要線に1.17付近で起こった場合はねロングが組めるかなというところでございますがただ上方向のねショートに関してはちょっとねトランプ大統領が体調が悪いとかいう形になってしまいますと一気に、ね、ユーロが相対的に 買われるというところがありますので、まあ、そういったところではね、えー、ショートはかけておかない方がよろしいかなと思います。あくまでも一気にね、えー、下がったところ、1.17で下げ止まりの確認、えー、いわゆる陰線から要線に切り替わったところのみ参戦してですね、一気に割り込むだとか、えー、この1.1750を、えーまあ、実体ベースでね上回るというところでは、えー、少しね勝負は避けておいた方がよろしいかなという状況でございます。4時間足見てみましょう。 はい、えー、こちらの方もですね、えー、まあえー、移動平均線の方は、えー、未だね、えー、4時間足ベースでは、えー、右下下がりから右肩上がりに上がって、えー、もうちょっとね、えー、こちらは伸びてくるかなというところでございます。えー、そして、1.17というところは、えー、今までのね、レジスタンスが、えー、こちらがね、えー、サポートに切り替わっておりますので、まあ、比較的硬いというところになります。 よってですね、ここで1.17でもう一回下げるところがあれば、ロングを組んでね、これはトレンド転換を確認してからロングを取るというところはよろしいかもしれませんが、一気に下げる、そして1.17までね、下がらず一気にね、上がって1.1750、これを超えてしまった場合は、ちょっとね、どうなるかわからないと、もちろんね、テクニカル的には上値の重さはあろうかと思いますが、ただね、これはトランプ大統領の情報になろうかと思いますので、そういったところではね、テクニカルを無視した一気にね、吹き上げというところもありますので、 でショートは避けておいた方がよろしいいかなと思いますよって限定的とはなりますが、再度、ね、申し上げますと、60分足ベースでしっかりと1.17付近でサポートが確認できてから、陰線から陽線に平均足がトレンド転換してからですねロングを組むという状況で勝負、それ以外は見送るという形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はい。以上でね、ちょっとトランプ大統領の関係でですね、相場は荒れるかもしれませんが、この後ね、雇用統計がございます。雇用統計ではね、21時から YouTube ライブをやっていきますのでね、よろしければお時間ある方、一緒にね、雇用統計の発表を見ながらチャートを見ていきたいと思いますので、ご参加の方よろしくお願いいたします。 あとね、今日から LINE のね、友達追加の再開をね、始めておりますので、もしよろしければね、まあ有益な情報だとか、トレードポイントの配信をしていきますので、よろしければ概要欄の方から覗いていってください。よろしければ友達追加もお願いします。今回は以上です。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。そして雇用統計ね、ライブもよろしければご覧いただければと思います。今週も1週間、そしてね、お疲れ様でございました。またね、YouTube ライブでお時間ある方はお会いしましょう。バイバイ。